待ちなさい、ユウキリト。今日という今日は容赦しませんから。いや、そこをなんとか勘弁してくれ。容赦しないと言ったはずです。まったく、あなたのその能力は日に日にエスカレートする一方ではないですか。能力ってなんだよ。やたらと転んで女の子の胸を揉みしだいたり、股間に顔をうずめたり、下着に手が滑り込んだり、そういったエッチいもろもろのことです。それ能力って言うのか。そろそろ本気で対処しておかなければ、やがて全宇宙の大いなる脅威となるのが明白。諦めて覚悟してください。できるか。あ、リト。と、ヤミちゃん。プリンセス来るな、ララ。え、逃げろ。今日のヤミはマジみたいだから。どうしたの？ヤミちゃん、確かにすごく怒ってるみたいだけど。プリンセス、どうか止めないでください。この鉄槌に、この一撃に、全宇宙の命運がかかっているのです。え、そうなの？いいから逃げろってなら、お前まで巻き込まれちまうぞ。その潔さだけは認めましょう、ユウキリト。むちゃくちゃ言うな。よくわかんないけど、ごめんね、ヤミちゃん。リトが何をしたのか知らないけど、でも絶対に悪気はないはずだから。はあ、だからお願い、許してあげて。悪気のないことはわかっています。しかし、悪気がないからこそ、真の脅威とも言えるのです。そんな理不尽な。とはいえ、プリンセスに頭を下げられては、今日のところはこれ以上手が出せません。命拾いしましたね、ユウキリト。では、私はこれで。あ、うん、バイバーイ。助かった、ありがとう。うん、私は何もしてないよ。それに、ヤミちゃんはリトのこと大好きなんだから、本当に殺す気なんてないよ。え、ヤミが俺のことを？ないない、ありえないって。最初はね、確かにリトのことを目の敵みたいにしてたかもしれない。でも今までの積み重ねがヤミちゃんの気持ちを変えてくれたんだよ。私はほんのちょっときっかけを作っただけだから、お礼を言うんだったらこれまでのリトに言うべきだよ。ありがとう、今までのリト。なんだよそれ。さすがにちょっと変かな。いや、でもやっぱララに感謝したいんだ。ありがとな、ララ。